久保さん、久保さん、おはようございます。おはようございます。や、久保さんと起きる時間帯がこの真逆っていうね。今日ちょっと、もう起きるですね、はい。で、えーと、なんだ、コンテンツの、なんだななん、テーマ、コンテンツの作り方にしましょうか。まあ、久保さんが言ってた通おり、まあ、僕もね、このアドラーの、 アドラーの心理学っていう本ねアドラーの人生に革命がおける100の言葉っていうのがあるんですけどまあこれをね読み上げて読み上げてまあここに対して自分の見解ですよね自分はこう思うよと自分の生きてきた経験と、まあ、読んだことをすり合わせてまあこれはこう思うよとかねまあ実際こうだったよとかまあそういう話をしてましたでそれで多分ね30何本ぐらい作ったかな あの多分ね、40本が3 50本3、40本ぐらい作ったかな。で、まあ結論言いましょう。僕がこの本を読み上げて、まあ、話してました。で、僕はこの本の紹介をして、まあこれに興味ある方は、これに興味ある方は、この YouTube の下にリンクあるんで、そこから買ってみてくださいということをやってたんですけど、はい。売れました。<laughs> 10冊ぐらい売れましたね、久保さん。<laughs> 10冊。僕がやったことは、僕がやったことは、この本を読み上げて、そして自分の見解、自分の思い、自分の経験からお話ししたと。まず、まず読み上げる。<laughs> そして、感想を述べる。<laughs> まあ、感想文をどかで述べるみたいなね。まあ、感想文って言うとちょっとあれですけど、見解とかね。 考察とかね。<laughs> ちょっと難しい言葉にすると、まあ、そんな感じですけど。まあ何が言いたいのかっていうと、あの、アフリエイトできますよって話です。これだけで。これだけでアフリエイトできますよって話なんですよ。だからネットビジネスってアフリエイトか、まあ自分のコンテンツ販売しかないんですよ。で、コンテンツが作れないっていう人は、すでにあるコンテンツ。だコンテンツの作り方っていうのは、コンテンツ作れない場合は、すでにあるコンテンツを使うとこです。 もう言ます、ね、これ結構大事なんで <laughs>。コンテンツが作れない。ネタがありません。ね。奥万長者合宿で最近ネタの話もちょっとしましたけどあの、ネタがない。自分で作る、うー作れない。うん。う作られてるコンテンツをの感想。これ、感想ぐらい言えるでしょっていうね <laughs>。で、もうちょっとレベルが上がれば考察とかね、見解とか、そういうの言えばいいんじゃないかなと思うんですけど。だからね、これね、 あの僕がやっぱリスペクト一番最初 YouTube をね一人でこう始めてこういう形ですよねこういうなんかそのただ喋ってるっていう形がいいなと思ったのはやっぱその柴田さんっていう方なんですけど柴田さんもね当時やってたんですよあこれでいいんだみたいな何かっていうと今流行ってる映画を見に行って今流行ってる映画を見に行って感想を述べるっていうね <laughs> まあ結構叩くことが多かったんですけどね まあそれはその興味性を引くためですよね。うん。どうですかね、映画を見てる。映画を作られたコンテンツがあって、それの感想を言うっていうね。<laughs> まあそれでもアクセス集めてたんで、あ、うまいなと思いましたけどね。うん。だから自ら作ろう、作れるっていうのは経験がないとなかなか難しいんですよ。自分から、あの、つこう話すっていうのは。 僕とか久保さんはもうめちゃめちゃいろんな経験あります。で、そのいろんな経験って大まかにざっくり言うと大きな、大きなポイント。大きなポイントとしてはお客さんの声を聞いてるんですよ。要はお客さんがどんなことを聞きたいのか、お客さんがどんなことに悩んでるのかっていうのをもうある程度理解してます。で、さらに理解してるだけではなく、お客さんの悩みっていうのはもはやテンプレート化されていて、10本の指ぐらいにしか入らないと。 わかります何かネットビジネス始めようと、何かビジネスをしようとしたときに悩む、人が悩むことっていうのはもうテンプレート化されていて、まあこの悩みぐらいしかないと。で、この悩みに対していろんな角度からお伝えしていくと。わかりますだからいく,いくらでもその答えがわかってるんですよ。ニーズがわかってるんですよ。よだその答えがわかってるんで、その答えに対して <laughs> いろんな角度から言うだけなんですよ。だけど多くの人って、その、まあ今僕もね、あの、 あのコンテンツビジネスの,あのやりたいっていう方をねコンサルしてるんですけど圧倒的に何が欠けてるかっていうとお客さんのフィードバックなんですよだからあのどう作っていいか分かりませんっていう自分発信自分なんですよね分かります答えが分からないからどうやっていいか分からないですよでも答え分かればあとは回答用紙に書くだけですよねまあカンニングペーパーみたいなもんですよカンニングペーパーがあってね かいあテストね、久保さんのね、の FX の講座テストあるみたいですけど、答えがもうそこに出ていて書けないっていうのは、まあそれはないですよね、さすがに <laughs>。うん。だから、まあ久保さんと僕は余裕で,できあのコンテンツは作れるんですよ。答えはもう分かってるんで。でも多くの人は経験がないから、経験っていうのは何かっていうと、お客さんがどこでつまずいてるのか、それをリアルで聞いていない、リアルでね、自分のもとに来てないんですよ。で、なんで自分のもとにその悩みが来ないのか。 自分のことになぜその悩みが来ないのかっていうと、そもそも発信してないからなんですよ。集客してないからなんですよ。悩みを聞いてないからなんですよ。うん。だからまず最初は、そのお客さんの悩み、何に立ち止まってんのかっていうところを聞くために発信しなければいけないんですよ。だから久保さんがね、最近その給付金とかね、あとはなんだ、給付金かなまあそれで結構、 そのコメントとか来てると思うんですけど、それ見れば、あこういう考えの人がいるんだな、るほど、こういう考えの人がいるんだな、こういう考えの人がいるんだじゃあ、じゃこの考えに対して、じゃあ、この考えみたいなね <laughs>。そうそう、答えがコメントにあるじゃないですか。だからこれね、あの、ヒカルくんとかもね、言ってましたね。ヒカルくんとかも、その動画でバズらないとき、えーあのー、コメントめちゃめちゃ見て、何に興味があるのか、何に反応しているのかっていうのをめちゃ見るって言ってましたね。 うん、だってそこに答えが書いてあるじゃないですか。何に反応しているのか。何に興味があるのかっていうね <laughs>。どの単語に、どの企画に反応したのかっていうね。答えがもう出てますよね <laughs>。じゃあその答えに対してまたぶつけるとかね。そう まあ、あとは、まあ、再生数が上がった。うん。じゃあ、その再生数が上がったってことはニーズがあるんだなっていう答えですよね。で、そこに対してまたぶつけるとかね。おたしあ同じような企画。ちょっと切り口変えてね。だから、ヒカル君で言うならば、最近はやってないと思いますけども、その、夏祭り。でも今年や,やるのかなわかんないですけど、あ夏祭りの,の、あの、あのなんだあの、屋台、屋台の敵屋敵屋。敵屋結構シリーズやったと思うんですけど <laughs> 敵ヤのやつね、4000万回ぐらい回ってるんじゃないかな、確か。テキ屋のやつ。で、だけど、他にもいっぱいやってるんですよ。うん。まあ、あとね、まあ、他の YouTuber の方だったら、例えば、あのよくその自動販売機でね、買い占めるとかねあ。自動販売機で当たんのか当たんないのかとかね。だかそれも答えが出てて、じゃあそこに対してみんな乗っかって、同じようにみんなやってるわけですよ。 すでにもう当たっているコンテンツがあってそういう企画が分かっていてそこに対してまた自分でぶつけていく同じようにやるだからすでにコンテンツがあるすでにコンテンツがあるものを真似てやるってことですねまあこの真似るんまるとちょっと真似るっていう言葉を使っちゃうとちょっと今日伝えたいことだと少しずれる部分あるんですけどもう読み上げるですね <laughs> 読み上げる 読み上げるっていうね。うん、であとねこの話をするとうーんなんだそれってなんか著作権に違反するんじゃないですかと大丈夫ですかみたいなねうーん僕はあの結論言うとこのなんだアドラーさんからまあアドラーさん生きてないと思うんですけどアドラーさんからクレームはないですね。 アドラーさんからクレームはないな。もう、まあまあ、死んでる方なんで <laughs>、まあ。クレーム言いようがないですけど <laughs>、まあ。もう出版会社からも来ないですね。うん、だぶっちゃけね、これね、あの、取り方なんですけど、なんだろうな、宣伝してるんですよ。だ,だ,だ,だって僕、この本売ってるわけじゃないですか。<laughs> ね、だからこの出版社に対して貢献してるわけじゃないですか。売ってるんだから、僕が紹介して。うん、で、それを言ったらね、 YouTuber のレビューとかもね、例えばこれ買いましたって言うじゃないですか。でこれを、これを作ったコンテンツ、これを、これまあ物なんですけど、これを作ったコンテンツを、これめっちゃいいですよで。どこがいいのか悪いのかっていうのはレビューするじゃないですか。で、これが売れるじゃないですか。うん、<laughs> この会社さんいいですよね。だからその、いやり方次第かなと思います。うん。やり方次第ですね。 もう完全にこれパクってるとか、こか、これがないとレビューちょっと難しいですよね。で、あとね、もう一つね、すごい、すごいレビューがあるんですけど、特にカメラとか、まあ僕はカメラが好きなんで、カメラのを紹介してる YouTuber さんとか見たりとかしたりするんですけど、今度、キヤノンからこんなの出るよ、みたいなね。 キャノンから新商品でこんなの出るよと。じゃあこの商品はね、みたいな。で、で、しかもね、その動画がどういう動画かっていうと、キャノンのホームページ移して、いや、キャノンのホームページでこういう機能をだ出してるよと。これはね、みたいな。いや、これはこうだね、みたいな。<laughs> もはやもうキャノンのホームページパクってるみたいな。<laughs> キャノンのホームページの、あの、機能を読み上げてるみたいな。そこに対して自分こう思うよ、みたいな。<laughs> まあ、何でもできるやん、みたいな話ですよね。 でさらに言うと、新商品ってアクセスがまあまあ集まるわけですよ。トレンドが発生するんで、まあやってるわけなんですけど。そうだからね、ほんとねそ、それを、そういうことを理解すると、情報発信っていうのは誰でもできるんですよ。これを理解するとね。でもみんな理解できないんで、あの、なんだ、あのできないですよ。じゃあ理解するためにはどうすればいいかっていうと、 見てやる、見てやる、見てやる、そしてお客さんからのフィードバック来たりとかね、アクセスが上がったりとか、そういう経験をすると、あこれでも来るんだという経験になって、理解できるようになるんですよ。なるほどね、だからやってたんだとかね。でもそれを聞いてるだけだとやってないから、へーって終わるっていうね <laughs> そう。だとりあえずもう、まあ、やれってことなんですけどね。億万長者合宿は、やれ、一本張りなんですよ。 だけど、本当にいろんな角度からね、いろんな角度から、もういろいろお話しする。ただそれだけなんですけど。<laughs> もうとにかくやらないと何も始まらないですからね。やらずして億万長者になれますか家の中でずっと寝ていて、億万長者になれるんですかって話で。<laughs> なれないですよね。<laughs> YouTube 見てるだけで億万長者になれますか <laughs> なれないですよね。<laughs> どうすか <laughs> 絶対なれないですよね。動画見てるだけで億万長者になれますか 聞いてるだけで、ああいい話聞いたなとかね、なんかわかんないですけど、なんかムカついたなとかね、ふざけんなこいつらって思ったとしても何も変わんないでしょ。お風呂が沸いたみたいです、久保さん <laughs>。お風呂入ってきます。行ってらっしゃい。